厳島神社ですね。今まだ潮がね満ちてないので、いつもはここの辺は海こう海がね来るんですけれども、このままずっと今引いている状態なので、ちょっと珍しい風景を見せたいです。通常はここまでは使っているので、まあ水にね使っている厳島神社という。まあ、イメージが強いんですけれども、この時にしか撮れないこの頑張って朝頑張った人にしか撮れない風景ということで、行ってみたいと下の骨組み部分なんかも、満潮時には取れない風景、貴重な、頑張って朝起きたい人にしか取れない貴重な状態ですね。結構あれですね、身元は、結構厳しいですね。もやっぱりあるんですね。腐食があるから大変なんですね。ずっとこれがまあずっと皆さんが、昼頃来ると、水辺に浸かってるんで、水辺に浮かんでる神社というようなイメージですけれども、全部浮いてるんですよね。浮いてるように見えてるんですけど、実際は足場があるでしょうですね。ちょっと珍しい。こちらがちょっと本来普通の人がこういうとこに行かないんですけど、こちらがマイヤーです。ちょっとマイヤーも水が引いてるので、引いてる状態で撮っていきたいと思います。